最近バスや電車の運転手、さらに警察官が業務中にサングラスを着用する動きが加速しています。労働環境改善の一環で事故の防止はもちろん、働く人の健康への影響も考慮しています。今日、佐賀県警察本部には サングラス姿の警察官。佐賀県警では来月1日から交番で働く地域警察官や交通警察官など屋外で活動することが多い警察官にサングラスの着用が認められます。こちらが実際に現場で使われるサングラスです。レンズの色は黒色もしくは茶色、そしてフレームはレンズと同系色といったさまざまな基準が設けられています。紫外線による目の健康被害や強い日光が原因の交通事故を防ぐことが目的です。着用が認められるサングラスにはある特徴があります。すごい眩しいですね。この偏光レンズつけてみます。おお、視界がクリアです。もう色もしっかり見えます。すごい見やすい。阿部キャスターがつけたのは偏光レンズが使われたサングラスです。このレンズは太陽などの強い光が当たって起こる乱反射、光が散って眩しく見える状態を軽減してくれるもの。眩しさを抑えながら紫外線から目を守ることができる一方、レンズを通しても実際の色はそのまま見えます。この偏光サングラス、警察官の他にも着用の動きが広がっていました。 JR 九州バスでは先月10日から2週間運転手が偏光サングラスを着用して効果を検証しました。評価は上々だったようです。やはり眩しさが軽減したっていう声が一番多くてですね、もう本当つけてて、よかった、もうぜひ早めに導入をしてほしいっていうところで、プラスの声を多くいただいております。視認性の向上と疲労の軽減っていうところは、最終的には安全性の向上につながっていくというふうに考えておりますので、やはり運輸業界ですね、安全第一でやっていくっていうところは最終目標であります。また西鉄電車でも今月から試験的に運転士が偏光サングラスを着用していて、西鉄は効果を検証した上で導入するかどうかを検討するとしています。紫外線を防ぐ機能を併せ持った偏光サングラス、専門家は目の健康にも一定の効果があるとしています。目から紫外線が入るといろんな病気を起こす可能性があって、一番よく言われているのは白内障とか網膜まで行ってしまうと黄斑変性とか、そういうのを防ぐ効果はあります。業務でのサングラスの着用に街の人の受け止めは。私はしていいと思うし、日差しとかはね、やっぱり逆につけた方が安全じゃないのかなと思います。いいんじゃないですかね、威圧感がある。そう考える方もいるんですかね、ちょっと分かんないですけど、僕的には全然問題ないですけど、あまり濃くなければいいんではないかと思いますけども、あまりにも濃いと目が見えないといかつくなっちゃうんで、そこそこ普通のだったら別に光も厳しいんでいいんだと思いますよ。強い抵抗感を持つ人はほとんどいませんでした。業務の安全と目の健康を目的に導入される偏光サングラス、皆さんはどのように受け止めますか？